ミゲルテハダ、ミゲルオダリステハダ、マルティネス、ミゲルオドリステジャダマルティネス。1974年5月25日タイ、は、ドミニカ共和国、ペラビアシューバに出身の元プロ野球選手、内野手。右投げ右打ち。7月17日、オークランドアスレチックスと契約金2000ドルで入団する。8月27日、メジャーデビュー。 26試合に出場して打率202、2本塁打、10打点を記録した5月30日にメジャー昇格後105試合に出場して打率233、11本打四45打点を記録したはチーム最多の159試合に出場して打率251、21本打八84打点を記録 7月11日には遊撃手として史上10人目の1試合3本塁打を記録。メジャーの遊撃手としてはアレックス・ロドリゲスに次ぐ30本塁打115打点を記録し遊撃手としての球団記録を更新。チームは8年ぶりの地区優勝でポストシーズンへ進出したがヤンキース2勝3敗で敗退。は、初めて全162試合に出場した。 31本塁打を放ち、前年に続き遊撃手としての球団シーズン本塁打記録を更新。4月14日のレンジャーズ戦でケニー・ロジャースから球団通算1万本塁打となる本塁を放っている。9月29日にマリナーズ戦でサイクル安打を達成。前年に続きワイルドカードでポストシーズンへ進出したがヤンキースに2勝3敗で敗退。 打率308と初めて3割を超え、球団史上1938年の以来となるシーズン200本安打を達成した34本塁打131打点と自身が持つ遊撃手としての球団記録をさらに更新し7月24日にはの遊撃手としての球団通算本塁打記録を更新7月9日に行われたオールスターに 初めて選出されると、2004年からは3年連続で選出されるようになった。ルイス・カスティーヨの35試合に次いで、シーズン2位となる24試合連続アンダを、オールスター終了後の7月11日から8月6日にかけて記録した。シーズン終盤、チーム20連勝、逆転でのポストシーズン進出の原動力となる57、本類だ。 142打点でリーグ2冠のアレックス・ロドリゲスを抑え MVP を獲得している5月10日まで打率が1割台で推移したが最終的に打率は278で27本塁打106打点を記録した連続試合出場を594まで伸ばし球団記録となったシーズン終了後の十月二十七日に FA となりデトロイトタイガースや シアトル・マリナーズが獲得に動いた。2003年12月18日に総額7、200万ドルの6年契約で、ボルチモア・ウリオールズと契約した。は1922年に、ケン・ウィリアムズが記録した155打点に次ぐ150打点を叩き出し、打点王とシルバースラッガー賞を受賞した。7月12日のオールスターで、ジョン・スモールズ、 ブレーブスから本塁打を放ち、MVP を獲得した。打率304、26本塁打、98打点と打撃3部門は前年より悪化したが、5月9日のツインズ戦で遊撃手として史上5人目となる通算200本塁打を達成した。45二塁打を記録した、松井秀喜らを抑えリーグ1位の52塁打を記録した。 2004年、2005年、手肌は、シルバースラッガー賞を2年連続獲得するなど、チームの中心選手として活躍したが、チームは低迷。開幕前の3月に開催された第1回、WBC のドミニカ共和国代表に選出された。シーズン開幕前には球団を批判し、トレード志願をした。手肌は、この年打率が自身最高の、330を記録し、 1954年以降では、カルリップ圏を上回り、球団史上最多の214本安打を記録した。2000年6月から試合に出場し続け、4月24日には、MLB 史上7人目の1100試合連続出場を達成。しかし、6月20日のパドレス戦で左手首に支給を受け、22日に15日間の故障者リスト入り。これにより、 連続試合出場記録は1152試合、MLB 史上思いで途切れた。8月に自己最多となる月間10本塁打を記録したが、シーズンを通しては18本塁打と9年ぶりに20の大台を下回った。2007年12月12日に、ルーク・スコット、マット・アルバース、トロイ・パットン、デニス・サファテの5選手との交換トレードで、ヒューストン・アストロズに移籍。 は4月終了時点の打率。345はチーム1位と、好調なスタート。5月2日のブルワンズ戦の試合前には、始球式に参加するスジジストロフィーの少年に、本塁打を約束。6回に約束通りに、本塁打を記録。オールスターにも2年ぶりに選出されたが、後半戦は打率。295、3本塁打、22打点。 アップス714と前半戦の半分以下の数字となった。開幕前の3月に開催された第2回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは打率329、7本塁打、アップス830と好調で前半戦を折り返す。最終的に自身2度目の199アンダを放ち、打率313、 14本塁打、86打点、アップス、795、リーグ1位の46二塁打を放つ活躍を見せた。オフの11月6日に FA となった。1月26日にボルチモアオリオールズと1年契約を結んだ。オリオールズでは97試合の出場で打率。269、9本塁打、39打点、アップス、679と、 やや低調な成績を残していた。7月29日にウィンペルザートのトレードで優勝争いを繰り広げていたサンディエゴパドレスへ移籍。オリオールズ所属時と比べて約40試合ほど出場試合数が少ない中、59試合に出場し、打率268、8本塁打、32打点、アップス730と移籍前を上回る成績を残した。 11月1日に FA となった。12月2日にサンフランシスコジャイアンツと1年契約を結んだ。若いマクロースター入りしたが、7月19日に下腹部の故障で15日間の故障者リスト入りした。8月16日に復帰したが、91試合の出場で打率。239、4本類打、アップス59定名、596と低迷。 8月31日にディーフとなり9月8日に解雇された5月8日にフルスのオリオールズとマイナー契約を結んだトリプル A 級のーーォークタイズで36試合に出場していたが6月25日に自身の要望で対談した12月31日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ1年契約でメジャー復帰を果たせば 年俸110万ドルで、さらに40万ドルの出来高払いが含まれる。開幕前の3月に開催された第3回、WBC のドミニカ共和国代表に選出された。同大会で優勝を果たした。シーズンでは3月31日に、ロイヤルズとメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。開幕後は53試合に出場し、3本類ら20打点1盗塁、打率。 288と結果を残していたが、8月11日に右ふくらはぎの故障で15日間の故障者リスト入りした。8月14日に60日間の故障者リストへ移動した。8月17日には薬物規定違反で105試合の出場停止処分を命じられた。10月31日に FA となった。5月19日に マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。8月2日に解雇された。1月27日にメキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約。9月にメジャーリーグからの引退を正式に表明したが、引退試合として同年冬のドミニカ・ウィンターリーグでプレーする意向を示した。11月には第1回。 WBSC プレミア12で母国のドミニカ共和国代表の監督を務めたがグループリーグ B で5連敗し再開に終わった。2014年当期からドミニカウィンターリーグのアギラスシバエニアスでもプレーしている。2015年9月の引退表明で予告していた通り2015から16年のウィンターリーグにも参加しシバエニアスで6試合に出場した。 なお2016から17シーズンも芝居にはすでに試合に出場した。打撃ではリストの強さを持ち味とし、広角に打球を放つ。スイングが大きいため、打席から一塁までのスピードは4.2秒と平均的。守備では短い腕の振りから送球できる強権を誇り、特に内野と外野との間に上がったフライに対する反応が早い。 2005年8月の会員校長会において、人成長ホルモン HGH を購入したことを認めたが、使用は否定した。この証言が偽証だったとして2009年2月10日に起訴され、翌11日には虚偽の証言をしたことを認めた。自身の有罪を認めた、数時間後にヒューストンアストロズの本拠地球場であるミニッツメイドパークで記者会見を行い、 目に涙を浮かべて謝罪した。3月26日に1年間の保護観察処分と5000ドル、約50万円の罰金と100時間の社会奉仕活動が課された。8月17日に MLB 機構はドーピング検査で今季2度にわたってアンフェタミンに陽性反応を示したとして、手肌を105試合の出場停止処分に課したことを発表した。手肌は ロイヤルズの組織とファンに対して謝罪を表明し、私は薬による治療が必要な疾患を持っている。治療目的使用のために適用再申請中に薬を使用したが、機構と選手会が共同で行っている薬物禁止プログラムの下では、これは過ちだったと述べた。1976年にドミニカ共和国バニで生まれたとされていたが、 実際には1974年生まれであると4月17日に告白した。騙すつもりはなかったが、契約を得るための唯一の手段だったと語った。また、ESPN の E60 において、彼の本名は、手肌ではなく、手下であると報じられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。